日本の皆さん、こんにちは。日本限定特別企画、日本の皆さんだけに送る建築観拓祭り第2弾です。今回も日本の皆さんだけに特別企画です。今年ゴールデンウィークには都道選されたの日本の皆さん、浜がお見えになりました。南は鹿児島から、北は東京から2組です。一緒に美味しい料理を食べたり、大自然も満足しました。9分では台湾の昔の街並みを情緒浴衣に味わって、香港博物園では大きな金館に大富豪になって立って、10億円ですよ。終戦記念堂では緊張台交代式にメロメロです。台北101ではメカクラミ、二次決断では湖のびりと遊覧して、手作りセンスに紙すきをして、天空の橋では怖いほどの高い吊り橋を渡って、台湾の大自然を堪能しました。おいしいものだっていっぱいですよ。プラザホテルのヤムチャに、鼎泰丰の小籠包、担担麺、台湾原住民料理まで、美味しい料理を食べ尽くしちゃいました。甘いものだって、パイナップルケーキ、タピオカのもちもち感だって、とても美味しいものだらけで、私も満腹になりました。台北市立の人事直営店でお買い物をして、人事本社で国賓の最新 CM16SR シリーズに触って、たくさんのエアスカンにも触るんですよ。いい体験もあったのよ。 CQB にも挑戦して、 MET25 連でも初級モードから上級モードまでチャレンジ、最新の Firehawk のハイサイクルの試写までできました。楽しい旅になりましたでしょうか。台湾にまた遊びに来てくださいね。6月6日には台北で台湾観光中協会のイベントが開かれます。メーカーが勢ぞろいして、サイバーゲインや MET シューティング、ソッピー品やアクセサリーのブースまで、初めてのエアガンソフトガンメーカー共同のにぎやかなイベントになります。今月は第2弾の第3回目です。今月はまた人事監督に登録お願いします。今月の抽選を始めましょう。いよいよあなたにビッグボーナスです。抽選を始めましょう。いつもいつもドキドキしますよね。今月ご当選の方は G1432989 です。ご当選おめでとうございます。またまたメール連絡しますので、お好きな中央一本を選んでくださいね。詳しくは現地のホームページ見てね。次の抽選会でお会いしましょう。バイバイ。